邪魔します。片手で持てると思うんですよ。片手で持てる。持てる。こうやって持って、でこうやってこっち側こうやってつけて、これを隅があって、でも別に俺が持ってもいいんですけど、いやただこれ多分こうやって持ってもらって、でやっぱこう開いた方がいいですね、足。うん、足を、うん、ガッとね。グッと開いて、でそしてこれバンってこうつけたら、うん、本当にあのあれですよね。スタート。ってやつですね。本当ね。こうやっていう風にやったら。で、こうやって、あとは動かす。うわ、これ腰いるな。そうですね。腰いるな。片手全部こう、横から横までこう、まっすぐ長く、長く、長くっていうふうにはする必要なくて、うん、だからどっか短く、で、ここ短くならこっち長く、みたいな、長く、みたいな感じで、どこでもいいですけど、そういうメリハリをちょっとつけるとかっこいいです。なるほどね。はい。それであの歌舞伎って止まるでしょ、うん、止まるバンってやってこう止まるじゃないですか、うん、やっぱりねあの止まるとかっこいいんですよ。バンッとここで、うん、でダンって置いたら一回止まる、うん、でそしたらできると思うんですけど。なるほど。 そう、でそれを活かしてもらうとかっこいいですね。多分この書っていうのが、まあ、先にあ、まあ、先にって思う、うん、そうだよね。もう2000年以上前なんで、うんうん、あってやっぱり書も止まるんですよ。絶対に止まるんです。そうか。で止まるところからそういうやっぱりあのそういうなんていうかなこう常にこう字書いてるわけじゃないですか昔の人って、うんうんうん、まあ、何でもこうこういうふうにこう、うん、書いてるわけじゃないですか、うん、でこう止まるところは止まるんですよ。流れるところは流れて、うんうん、でそのそういうなんていうかこう流れっていうのは多分脳の中にはすごく生きてるんですよね。なるほどね。でそこからこう多分歌舞伎っていうのはつながってきてると思うんで、止まったらまたグワーンって動き出してガッて止まって動くみたいな。できるでしょうか。できます。頑張ります。頑張ります。芸能とか文化っていうものがこうちょっと衰退する、まあ、そんな時期になってしまったわけなんですけども、まあ、そういったことのこれからの発展と繁栄を願ってということで、まあ文化安寧、文化安寧という字を揮毫させていただきたいと思います。で五穀神社で、奉納させていただくことになりました。で今日あの大歌舞伎の市川九段次郎がお見えです。交代で書いていきますので、ぜひ、ご見物ください。よろしくお願いします。イメージ。
せーの、よし。しいね、重いさ。やっぱり息がね。いいっすね。あと1回ありますから。やりましょう。よし、いいですね。よし、よし、やりました。最後だけ一緒にやる。せーの。こういったことは僕人生に一度でもやりたいなと思ってたことがあって、なんとかならないかって言ったらもう、まあ、本当に急なことだったんですけども、まあ、お芝居の方も以前とは違って、まあだいぶちょっと少なくなっていることもありまして、そういうこともあって、じゃあこのちょっと空いてる時間どうしようかということで、やっぱり初めて YouTube であったりいろいろ発信することであったり、なんか僕はまあ立場的にお客さんに楽しんでいただくという商売してますんで、何か違う形で楽しんでいただきたいという思いから、まあ今日に至ったわけでございます。本当にちょっとお恥ずかしいね、メモダル記念ございましたけども、本当に今日は見守ってくださりありがとうございました。ありがとうございました。すいません。文化アンネイ、皆様お気づきでしょうか。アンネイのネイ、4と心が実は逆なんです。これは
小野崎先生が四代目九段寺四の心と実は逆に書いてるんです。先生の粋な計らいです。宮司様ありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。いいね、コメントもお願いいたします。